はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、秋味。これは生ビールですね。秋味丹能という瓶のやつです。これがね、値段が高かったな。300円近くしたね。コンビニで売ってました。麦芽 1.5 本分。アルコール度数 7%。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数 7% か。高いですね。飲むほどに広がる爽やか、華やかな香りと麦の甘み。静かな秋夜の濃い時間を噛み締めたいとっておきの夜にご堪能ください。内容量が 305ml です。量が少ないのに、値段が高いな。お、これは。いわゆる。なんだこれ。ちょっと琥珀色のものですね。それでは、いただきます。乾杯。まあ大体普通に秋味も今売られてますけど、秋味も美味しいですよ。秋味と、麦芽が、秋味は、麦芽たっぷり 1.3 本分なのに対し、こちらが 1.5 本分ということで、0.2 本分多いということですね。さらに、秋味が、アルコール度数 6% なのに対して、これが 7% と 1% 多いと。でも大したら別に、濃いは濃いんだけど、ちょっと苦めかな。ちょっとだけ苦め。苦めですね。苦めで、別に大して、濃いんだけど、なんかしつこい、かな、なんかわからん。微妙やな。なんやこれ。微妙。なんだろう、この微妙感。アルコール度数 7% と高いんだけど、全然高さを感じないですね。まあ、うまいはうまいんだけどさ。まあ、濃い。コクがある。コクはあるね。苦味もある。で、まあ、秋って言ってるけど、秋味のくせに8月23日に発売か。まあ、でもまあ、秋なのか。なんか微妙やな。今日だいぶ涼しかったんですけど、部屋の中25度ぐらいだった。26度ぐらいか。だいぶ涼しくて、あ、秋だなっていう感じはしましたね。確かに。でも、まだあれでしょう、残暑が厳しいでしょうな。2日前ぐらいはもう33度ぐらいになってたからね。暑くて死にそうでしたけど。
で、ようやくね、うちのね、クーラーがね、クーラーというか、エアコンがね、大家さんに言って、今のエアコンが俺と同い年なんですよね。今のエアコンっていうか、もう変えたんですけど、このね、今住んでる、アパートが建てた時に、備え付けた、そのエアコンのまんまで、28年前のね、型式見たらね、形式見たら、28年前のエアコンで、で、28年前だと、ほら、まあ、効きも悪いし、で、値段も高いし、電気代とかね、最近のやつはほら、安いでしょ、電気代とかね。エコな感じなんで、いいんですけど。で、大家さんに言って、そしたらなんとかね、変えてもらいまして。いやー、本当にさ、28年前とか、どんだけ昔のクーラーなんだよ。どんだけ昔のエアコン使ってんだって。感じですよ。で、ようやく新しいのになって、2015年モデル。まあ、今2016年ですけどね。1年前のモデルでした。まあいいでしょう。まあ、秋味。今、風呂上がりなんで、なんかちょっとしつこい感じはしますね。もうちょっと涼しくなったら、うまくなるんだろうけど。ちょっとあれやな。風呂上がりはこれきついわ。苦味とコクが、コクっていうか、なんかしつこい。非常にしつこい。非常にしつこい味わいになってます。まあ、いいはいいんじゃない？コクもあるし。苦味もあるし。苦め、香りもあるし。まあ、多分値段が、280円ぐらい、290円ぐらい、コンビニで売ってるやつなんで。なんでね、多分あんまり買う価値はない。5243です。ご視聴ありがとうございました。